改革案が持ち込まれました。記念碑とする案、無宗教の追悼施設案。60年前、靖国神社の位置づけをめぐって議論が交わされていたのです。昭和20年12月15日、靖国神社のその後を決定づける指令が発令されました。マッカーサー指令448号、いわゆる神道指令です。国家神道を廃止し、軍国主義、超国家主義の宣伝や普及が禁じられました。政教分離によって国家と宗教のつながりが断たれました。国家と切り離された神社は、信教の自由によって他の宗教と同じ扱いを受けることになりました。この時点で靖国神社が廃止されることはありませんでした。靖国神社は60年に及ぶ国家管理を離れ、宗教法人として生きることになりました。昭和21年、いわゆる天皇の人間宣言によって天皇の神格性が否定されました。 GHQ による民主化、非軍事化が進められていきます。昭和21年4月、靖国神社は GHQ から新たな通告を受けます。それは昭和天皇の靖国参拝を認めないというものでした。臨時大聖魂祭から半年、靖国神社では昇魂した戦没者の合祀を進めようとしていました。靖国神社にとって合祀祭への天皇の参拝はなくてはならないものでした。向こうは皇族さんと、はっきり言うとね、16の御門を取り除けとかね、エンペラメッセンジャーはいかんとか言って、皇室とのつながりを遮断しようし、私はね、まあ、陛下の ご参拝をどうしても、まあ、最後の議員の大聖魂祭にはされたけれども、ご参拝はないわけで、靖国神社ね。昭和天皇の参拝中止、その決定には意外な背景がありました。アメリカのオレゴン大学で今年 GHQ 宗教化の大量の資料が発見されました。60年を経て初めて日本に公開される資料です。写真や極秘文書など数千点に上ります。その中にバンス課長が CIE の局長宛に書いた天皇の靖国参拝についての報告が残されていました。天皇の靖国神社の大祭への参拝は私的であろうとも認められない。その文書では日本政府が参拝の禁止を指示したことになっていました。
バンス元課長は天皇の参拝中止の背景をこう語りました。After Shinto directive was issued, the emperor, he was not allowed to visit the shrine. Why?That was his decision. That was his decision. So Emperor did not want to visit Yasukuni Shrine anymore? I think the Emperor wanted to keep things quiet. And it was his decision not to visit the Yasukuni.当時、日本の占領政策や東京裁判をめぐり、厳しい態度を取るようアメリカに求める声がありました。ソビエト、中国、オーストラリアなどの国々が、天皇の靖国参拝を外交問題とする恐れがあったのです。Frequently voices that came up in that council.There in Tokyo, that was thought that the United States was too soft on Japan. MacArthur asked me, he said, what are the people thinking about our occupation in Japan? And I said, well, the representatives of Australia and two or three others, were very critical of the way MacArthur and others were handling it. And MacArthur said, oh, they're just a bunch of communists. GHQ 宗教家の資料によれば、アメリカも外交問題となるのを避けるため、天皇の参拝取りやめを日本政府と靖国神社へ示唆したとしています。占領が終わるまで昭和天皇の参拝は行われませんでした。アメリカの資料からは、神道司令の発令後、GHQ 宗教家が靖国神社の徹底的な調査を行っていた様子がうかがえます。神社が提出した収支報告書や式典などの実施報告書、宗教家は神社に軍国主義、超国家主義の要素が残っていないのか調べ上げていました。さまざまな意見が出されていました。靖国神社は危険である。神道司令の条件の下では、存続は許されない。9月、GHQ は、合祀祭そのものの禁止を通告します。その時の横井権宮司とバンス課長の会談の記録が残されていました。靖国が今後も戦没者の合祀を続けることに異論が出ている。重要なのは靖国の存続である。神社の存在を危うくするくらいならば儀式は廃止してもいい。この後、公に合祀祭を行うことは禁止されました。